よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日は2020年8月9日です。ここはね、札幌市手稲区の、札損自動車道の金山パーキングエリアですね。はい、金山って言っても名古屋の金山ではありません。ここは初めて来ましたね。はい、でとってもね、この景色がね、エクセレント。ここからちょっと映ってるかどうかわかんないんですけど、あ、消火器が地盤にあるので、こっちは草原になってますね。インストールされないように気をつけましょう。今日はね、太陽がボーボーで燃えてることがよく実感できるようないい天気です。雲はウィスパールもしくはコマさんのです。草原ですね。こんにゃろめこんにゃろめ。ちょっと向こうはもう本線なんで、あんまり近くまで行けないんですけど、景色がね、これすごい。これ iPhone のカメラで撮ってるんで、いつもの低画質カメラよりは多少画質はいいと思うんですけど、どうだろう、ちょっとね、映ってるかな。ちょっとこれ俺様今日なんだ、太陽の光でね、俺様ね、画面ちょっとよく見えないんですよ。画面見えないからどういう風に映ってるかいまいちよくわかんないんですけど、とってもいい天気でね、あの向こうの景色がすごいエクセレントです。肉眼で見るとすごいエクセレントなんですよ。これ進入禁止はおしっこ量です。駐車場なんでね、あんまりね、あの、まあ、こっち車通るとこなんで、あんまり先はいけない、これ以上先はいけないですけど、とってもね、エクセレントな景色で、まあ、とてもいい景色だと思ったんで、お前らにね、見せびらかそうと思って動画を、ね、撮りました。この駐車場の線のこの枠はウィスパー色もしくはコマサ色です。ということでね、今回は、札損自動車道の金山パーキングエリアでした。はいね、あの三角コーンはおしっこ色と黒のコラボレーションです。立ち入り禁止の文字が地盤にあるのです。それではさようなら、ボーボー。